はい、皆さんおはようございます。ひでしチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ、今日はここはどこかな。もう大竹市かな、広島県だったっけ。はい、それで今日はね、写真を撮りに行こうとしてます。皆さん SNS ソーシャルネットワークサービスかな、うわ、利用されておりますでしょうか。まあ、今更何なんだという話なんですけど、いろいろありますよね。まさに今こう皆さんが見てくださっているこの YouTube、 これもある意味 SNS かなと思いますし、他は、まあ、Twitter とかね、 Facebook、 インスタ、 LINE もそうかな、みたいな感じで各種たくさんあるかなと思います。まあ、僕もご多分に漏れず、まあ、この YouTube、それから Twitter かな、やってるのは。あと Facebook とインスタもね、やってたんですけど、どうもあれは性に合わなくてね。どこが合わんのかというと、なんかな、昔のね、それこそ中学校とか高校、大学時代の友達とつながって、ね、遠く離れた連中の近況を知るっていう意味だといいシステムだと思うんですけど、会社の同僚とかを友達にした瞬間ね、もうなんかつまんなくなっちゃって、普段あ、ね、顔合わす人の様子とか、どうでもよくないですか。なんかね、どこそこランチ行きましたとか、今日の晩飯焼肉ですとか、今日は子供の球技大会に来てますみたいな、もうそういうの見るのがしんどくてね、もうここ何年も見てない状態ですわ。あと LINE もね、僕あれ嫌いでね、ずっと入れるの断ってたんですけど、まあ、連絡を取るための手段として入れろっつって、もう嫁がうるさいんで、ほんとついこの間入れたばっかりなんですけど、なんで友達は嫁だけという。何が嫌ってね、自分のタイミング、自分が好むタイミングじゃない時にこうコミュニケーションを求められるシステムっていうのは僕嫌いでね。まあ、電話はしょうがないとしてもね、情報を発信したり、自分の欲しい情報をこう享受する、まあ、受け取るのは大好きなんですけど、そうじゃないのをなんか強制的に見せられたり求められたりするっていうのはもう苦手でね、まあ、要は若干コミュニケーション能力に障害があるというか、コミュ障ってやつかもしれませんが、そういう意味で、まあ、なんだかんだで残ってる、僕は使ってるのが YouTube と Twitter ですわ。で、皆さん、あまり見ることないかもしれないんですけど、なんていうんかな、マイページっていうんですかね、自分のトップページね、っていうのがあると思います。で、そこには、自分のプロフィールだったり、あと何かな、まあ、人によってはね、アイコンとか写真、なんていうんですかね、あれバナーっていうんですかね、みたいなのを、まあ、貼っつけてる方もいらっしゃるかなと思います。で、なんだかんだ言ってトップページって、まあそのね、自分の、ページの、まあ、顔なので、どうせならね、少しは気の利いた写真を撮りたいなというところがなんとなくあって、まあ、今時なんでね、スマホでパシャッと撮ってペタッと貼ってもいいんですけど、まあね、せっかくバイクも変わったことですし、ちょっと小綺麗な場所で少
少しいいカメラを使って、まあ、若干気を使った写真を撮ってみようかなというのが今日の目的でございます。で、考えた場所が、まあね、広島の方はよくご存知かもしれないんですけど、この大竹も左に見え始めてますけど、大竹の、ね、工場群、まあ、コンビナートと言えるほど大きくもないんですが、っていうのがあって、そこのね、まあ、海側かな、コンテナヤードみたいなのがあるので、そこを背景に写真を撮ろうかなと今思ってます。はい、それで、まあ、気の利いた写真を撮るんですけど、前も何かの動画で言ったと思うんですけど、僕ねちゃんとしたデジカメ持ってなくて、まあ、スマホでもいいんですけど、今日はもう何年前かな、あれ2004年とか5年の発売のデジカメなんで、15、16年前のデジタル一眼レフを持ってきました。ミノルタ、もう今コニカミノルタかの、もう今カメラ作ってないんかな、ソニーにね譲渡しちゃったんで、作ってないんですけど、が当時出してた、多分デビュー作だと思うんですけど、アルファ7デジタルね、画素数はもう驚きのなんと600万画素、多分今時のスマホのカメラ、カメラつってもインカメラの方ね、ディスプレイ側のカメラよりも余裕で画素数は少ないと思いますが、まあそれしか持ってないので、そのカメラとレンズもね、昔はいっぱいいっぱいあったんですけど、今もう標準レンズと望遠、標準ズームと望遠と、あと 50mm があったかなぐらいしか持ってないので、今日は標準ズームレンズかな、それを持ってきております。ここかな、はい、正面が海ですね。さあどの辺がいいかな、あでも船がついてるな、あの辺りは邪魔になるんで、邪魔にならないところでさっと撮ってさっと帰ろうか。ああいいじゃない、もうちょい前か、まずはこの辺で撮ってみようか。はい、ということで、一通り写真を撮ってきました。一通りって言ってもね、今思い出したんですけど、僕この前、このバイクの前のバイク CBR に乗り換えてすぐぐらいにここに写真を撮りに来たな、確かその時と同じ過ちを繰り返してるんですが、来る道中で紹介したミノルタのカメラね、15、6年前のもの、白物なんですけど、バッテリーがもう死んでましたね、完全に。完全にというか、昨日フル充電を確認して持ってきてたんですけど、10枚ぐらいで電池が終了となりました。っていう過ちを僕、多分これ2回目やな。もうね、どんな写真が撮れたのかすら今電池がないのでわからないんですけど、もうしょうがない、帰ろう。あ、失敗したな。名残惜しいけど帰ろうか。はい、ということで今日は YouTube とかね、Twitter のマイページに使う画像を撮りに、ここ広島県は大竹市にあるコンビナートっていうかコンテナヤードかに来
て写真を撮りましたという動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。